皆さん、こんにちは。しんです。本日はですね、自重のみで行う上半身すべてを鍛えるスーパーステップルーティンをご紹介したいと思います。お楽しみに。はい、ということでですね、このね、1年ちょっとね、YouTube 撮ってなかったんですけど、その間に僕のトレーニングルーティンは、ね、だいぶグレードアップしました。ということで、今回はその再開記念ということで、皆さんにその一つを、ね、お見せできたかなっていうふうに思ってます。はい。で、今回やる内容としては、スーパーセットです。で、スーパーセットっていうのは、2種目を1セットとして、休憩を取らないインターバルなしで行うトレーニングです。でこれを計4セット8種目を行うトレーニングで、胸、肩、腕、そして背中全部、ね、鍛えられるめちゃめちゃ便利なルーティンなので、ぜひこちらよかったら最後にご視聴ください。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速1セット目です。 L セットチンアップと、ストレートバーディップスのスーパーセットです。1種目では、エルスプチナップは二頭筋と、あとは大背筋に向かって取ります。めちゃめちゃいいです。7レップ以上でしたら、いいですね。状態で、腕が伸びた状態から、一気に上まで持っていく。やっていきましょう。はい、そしたらそのままストレートバーディプスやっていきます。じゃあ下胸に効くめちゃめちゃいい種目なんで、ぜひこちらもねお試しください。回数としては10レップ以上でしたいです。まあ10か12ぐらいやっていきましょう。今のワンセットだけでもめっちゃパフォーしてる。で、このストレートバーディプスなんですけど、見ていただいた通り体を少し前に倒して、こうするイメージ、まっすぐじゃなくてこうすることによって、より、ね、もう下胸フォーカスなんですけど、よりもっと胸に回復して、しかも体重をさらにかけることができるんで、ぜひ、ね、お尻をちょっと上げた状態でやってみてください。はい。で、インターバルは各、種目間、セット間、大体1分ぐらい、多くても1分半です。続きまして、2セット目です。ディクラインスライドプッシュアップと、フォアヘッドオーストラリアンプラップのスーパーセットです。上胸、胸の上部分と、あとは僧帽筋、ここをメインでやっていきます。やっていきましょう。ディクラインスライドプッシュアップは、できれば、普通に床でこうやってね、やるのもいいんですけど、壁とかがある人は壁に足つけてやると、よりね負荷がね高くなるので、壁に足を当てて、この状態で足と手で同時に押し上げる感じでやっていきましょう。だいたい10レップぐらいです。そしたらそのままオーサインプラップやっていくんですけど、普通のオーサインプラップだったらこういう感じなんですけど、フォアヘッド顔のところに引きつけるんです。ちょっと深めにいって、ここからこういく、よいしょ、これを10回ぐらいいきましょう。で、あのね、過去動画でも紹介してるんですけど、自重で上目を鍛えるって結構むずいんですよ。
だし、あんま使わないんですよ。プランチだったりとか、ディプスだったりとか、腕立てもね、正直あんま上胸って使わないので、やっぱね、バランスいい体を鍛えるためには、上胸が絶対鍛えていけないので、自分は絶対、胸の上部分を鍛えるトレーニングを、どのルーティンでも、一種目は絶対入れます。はい。そしたらインターバル1分取りましょう。はい。続きまして、3セット目です。もう暑いんでね、抜きました。3セット目です。ハンドサンドプッシュアップと、あと普通のプルアップ、スーパーセットです。肩と、あとは、後背筋、普通に、背中、ポミング部分をね、やっていきます。はい、やっていきましょう。よいしょ。で、ハンドサンドプッシュアップできない方は、普通の、パイクプッシュアップだったりとかでも、全然いいですよ。そういうのは全然いいです。自分の場合だと、ハンドサンドプッシュアップ、まあ大体、7回ぐらいかな、やっていきます。ふぅ、おしゃれ6半か。じゃあそのままプラップです。はい、でプラップは大体、まあ、10回かな、できたいですね。1セット目してこれ1セット目なんですけど、そんな変わってないか、めっちゃ効いてる。はい、したらインターバル取りましょう。はい、ラスト4セット目はコマンドプッシュアップと、あとオーストラリアのチンアップのスーパーセットです。胸の内側と、あとはこの背中の下部分、真ん中の下部分でやっていきます。はい、でコマンドプッシュアップなんですけども、こういった感じでね、プッシュアップバー使ってもいいし、ない人はダンベルでもできるんで、まあ、今回プッシュアップバーフルでやっていきましょう。はい、自分の場合コマンドプッシュアップは腕を組んでこの状態、はい、で足は閉じた状態でやっていきます。10回でやっていきましょう。はい、お疲れ様でした。これで1セットなんですけど、1セットじゃない、ごめんなさい、まあ、1回かなんですけど、これを合計4回やっていきます。なのでちょっと休憩取って、あとは2セット3セットちょっとパパッとやっていきましょう。1回お疲れ。お疲れ様でした。はい、これでね4セットやったんですけども、まあ、できない方はね
3セットでも大丈夫なので、はい、もしね3セットやって余裕があるっていう方は4セットやってみてください。で、ね、下っかのインターバルは、ね、まあ、1分から1分半とお伝えしたんですけども、セット間のインターバルは大体自分はね2分間取るので、はい、2分以上取っちゃうとねやっぱり自重なので、すごいね疲れ回復しちゃって全然意味がないので、できるだけねインターバルは短く短く自重で鍛えるときはねやってた方がおすすめです。はい、こんな感じでね自分のねトレーニング動画もご紹介していきますし、あとはね初心者の方に例えばね懸垂のね0から1の動画だったりとか、それこそマッスルアップのねチュートリアルだったりとかもねこれからね出していきますので、はい、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとねちゃんと高評価もよろしくお願いいたします。ということで本日の動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。